じゃあ行こう。もう相手の方が強そうだな。勝負だっつってね、あの昔のボンバーマンのスタートの仕方ボケが小さい、ボケが小さい、ボンバーマンっていう名前の割にボケが小さい。よし行こう。あ、いいとこスプリンクラー置いてる。嘘や嘘やん、マジか。スコープおるぞ、スナイパーがおる。塗っとこ塗っとこ。スナイパーにやられたからゆっくり塗っとこ、うん、ゆっくり塗ろ、うん、のんびりのんびりとね、牧場物語かっていう、それぐらいのんびりした、スプラトゥーンをやっておりますけれども、ポイントを稼げばいいんだよ。今のうちは電線上げるのもう一度後でいいんだよ。よし、さあおるぞ。ああ、さあバリア忘れてた。またエルザップや、あの 4とこ3、あそこの牙城崩さないと。あれ打ち負ける、マジかよ。まだ4とこ3あっこおるやん、あっこ崩させへん気まんまやな。危ない、ここはちゃんと壁があるから壁を使ってね。あんなとこあるやん届かないっていうね、若葉シューターじゃ届かないっていう。いやバレてるバレてる、畜生やな、畜生やで。あんなあのスプリンクラーずっと打たれへんし、俺はスナイパー気にしてたらここ全然撃たれへんしやな。あーまだバリア溜まってなかった。惜しい負け、惜しい負けですな。頑張ったんだけどね、みんな頑張ったんだよ。倒す。OK 倒す。あーマジか、いやーやられたか。失敗ね、失敗だ失敗だ。さあ水位上がるぞ、水位下がるぞ。後ろ取った、
これはもう後陣行こうかな。後ろおる。ちょっと逃げよう。逃げて逃げて。オッケーオッケー。塗り直せー。どうだ。あ、オッケーオッケーオッケー。十分十分。よう頑張ったよう頑張った。よし勝利。地味な試合やね。オッケー。54までやっときましたね。さあ残り SSD 容量 114GB。 まあ30分もないぐらいですね。無事永遠にまでいけるか、永遠に行くまで収録できるか。いやこれ続けてきゃ永遠になるんだけどね。永遠にはなるけど、収録中に行けるかどうかだよね。あー落ちてもうた。逃げるがあまり落ちてもうた。わかった、もう真ん中から攻めるから大丈夫大丈夫。真ん中から行きますよ。あ、何、あ、ダイオウイカか。そっか、狙ってたんか。いや、マーカーついたから楽やなって思ったな。相打ち、あれで相打ちかよ。マジかよ。さあ水位下がったよ。ちゃんとここで塗りを広げないとね。まずここ、あれまた相打ちかよ。若葉シューター投資で相打ちしてって何が楽しいねんほんま。よし飛んで、はい、飛んで、あれ、いやあれは死にに行ったな。あれはあかんわ。死にに行っとれないか。うわー来とった。あー、それはわからんわ。落ちとるしな。さあ仲間の位置がわかるよ。負けたな。お、上がった。イカ娘ズキンとアケビコンフォート上がりました。何が上がったか相変わらずわからない。マーク覚えていない。じゃあ行こう。
まずは相変わらずね、地味な自陣塗りからね自軍塗りの地味な作業からスタートです。うわ、もう来てる、マジか。早えな、攻めてくんの早、どういうこと。攻めてくんの早いな、こっちも攻めてるからか、両方道を明け渡したんだね。こういうことか。俺ゆっくり自分のとこ塗っていたかったのに。ああ、ちょっと使うの早かった、ごめんな。よし、行こう。いや、これは勝ち目ないわ、逃げ場がなかった。いや、逃げ場がないことはないけどね。とりあえず小獣とやってから、小獣とやって小獣としかやってない、リスポーンしてから小獣としかやってない。よし、ダイコは倒してくれ、リスポーンした人を倒してくれリスポーンした人を倒してくれへんよ、何ジャンプしてんのよ、倒しておいてはあいつ、危ない。一旦逃げて、こうやって渡して、バリアを連鎖させてね、うん、オッケーオッケー、いい勝負です。あー、あと一発、あと一発ぐらいやったな、お調子。すごい格好やな、あの人、全身ヘルメットやで、全身ヘルメットおかしいな、頭ヘルメットやったで、顔が全然見えない、顔見せてーってなるわ、このお顔を見せてーってなる。よーし、どうだ、これはいったね、オッケーオッケもう、俺ここ塗る専門になってるからね、ここ塗ってからじゃないと始まらないから。エンタのゲームインザボックスはここを塗らないと始まらない、ね、そして自陣を小獣とのように塗っていく。あー、打ち負け、プロモデラーか、連射早いよな、あれ本当に、ほんと憧れの BMW みたいなね、うん、いやそんな憧れてないんだけど BMW あんまり憧れはないんだけど。あ、ダイオウイカになっちゃった、やべ、逃げて、あー逃げ切れず、しかもダイオウイカにやられたわけじゃないんやしピンチですよ、これピンチですよ、気をつけてください、ピンチですよ。よし、ちょっと当ててから塗るのが遅いよね、こういうトップワインド。
ッケーオッケーオッケー。なるべく敵と交戦せずに抜いていこう。やばい、ジジン塗ってっか。またコジュート発動ですわ。コジュートが相変わらず発動しておりますけれども、あそっち行ってください。じゃ危ない、逃げろ。あっち3体もおるやん。追われてる追われてる。よし、オッケー、残りを塗って、さあどうだ、これはどうだ、いけるか。 OKOK 勝利、いいねいいね。さあ残り58ギガ、これちょっと間に合わないな。残り録画容量じゃ足らないな、いかないですね。うん、あと行って3試合ぐらいかもしれない、もしかすると。いやー、これは最後までお見せできないですね。永遠のイカガールになるのは、永遠の大事にガールになれない、そこをお見せできない、残念です。まあ仕方ないですねこれは。うん、ということで残り容量まではやりましょう。とりあえず実況は撮っていきましょう。さあ地味に左目を塗って、これは来てんのかな、大丈夫かな、肉はない、これ敵いないな、行くよ俺これ。あミスんなって、だからぞここ何回やってんのここ。そろそろ覚えろよ、ジャンプしっかりしなあかんこと。あ、まあ右手、右手におるん。仲間死んだよ。落ちる。なんだ、あんなチャンスに落ちるかね。何のためのバリアよ、バリア効きすぎてや。バリア効きすぎて落ちる、反動で落ちる。さすが上がったから、あーちょっと失敗した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 よ、せっかく水位下がったのに。あーいた、いたか、シャープマーカー、寝よ、真ん中だな、分かった、ボタン間違える、ボタン間違える。なんでたびたびするんだろうな、 X と Y、 今度は X と Y を押し間違えたやん。
いやーどうだこれ。でもジジンはしっかり塗ったからね。オッケー勝利。よーし、いい試合でした。あーギリランク10にはなるかもしれないけどね永遠のなれないな。あーいた、見抜かれてたな、バレてた。さあ50としてからアメフトの技でパシュートっていうのはあるんでね、アメフトの用語でそれみたい、パシュートみたいに聞こえるけどね、50とかやってること全然違いますからすんげえ細かいことやってますから。いやーとりあえずあいつを消しておきたいんだけど、エンザップで勝てないな。上から攻めるか。無理だ、もういい、別のとこ行く。ああ倒した倒した。よーし、いいぞ。こっち行こう。敵の位置がわからん。これは敵の位置がわからん。とりあえず進もう。よーし、いけいけー。ぬれぬれどうだ。なあこれ微妙両方攻め込んでる、両陣攻め込んでるぞこれ。あー勝った、ギリギリ。あーよかったよかった、無事勝利。よかったよかった、いいですね、いい試合でした。76だもんな、残り19キガ。いけて2試合、いけて2試合やもん。ちょっと早く早くマッチングしてくれると2試合いける。よーし、とりあえず倒して、さあ再び塗っていきましょう。いやめっちゃ来てた、めっちゃ来てたやん、2人で来るやん。よし50と、さあもう移動しよう。いやこんな手こずるか。あ、それボムか、それ敵かと思ったわあれボムか、何張り付いてんねやろと思ったやられたやられたやられた。あー相打ち、い
やあれスプラロード倒したところでもう一人おったもんな。厳しい試合だったあれは。いやーせこい、マジか。いやー頑張ったよ頑張ったよ。もう負けが分かってた試合をよう頑張ったけどね。なんとか生き延びようと必死だったけど運命には逆らえなかったな。よし倒せ。 OK 2体倒した。オッケー、3人目。オッケーオッケー、これは勝ったんじゃないの。お、最後の怒涛の攻めで無事勝利。オッケー。ということで録画容量残り 2.8 ギガになっちゃいましたのでここで終わりたいと思います。中途半端、超中途半端ですけども、なんとかね勝利で終わりました。あともうちょい頑張れば、もうちょい頑張ればいいのに、ランク10にはなりました。でももう取れないんだ、申し訳ない。終了したいと思います。ということでスプラトゥーン実況、フェス、ドラゴンクエストコラボフェスですね、ガンガン行こうぜ VS 命大事に軍でできるだけ頑張ってみました。ということでここら辺で終わりたいと思います。また別の実況動画でお会いいたしましょう。スプラトゥーンももしかするとご要望があればまたやるかもしれないです。さあ、なんか秀逸な書き込みとかあったりするかな。残り容量だけ頑張って探してみよう。ガンガン行こうぜ、はぐれメタ。逃げとるやんけ。命がかすますか。はい、いいえ。ガンガンっつって、なんかいる。命大切。あー終わった録画終わった。残念。ということで、また次回。